はい、皆さんこんにちは、ノアです。今回ですね、ユニバースミッション2弾のおすすめカードの方を紹介していきたいなと思います。で、今回のユーミ2弾なんですけど、ですね、UR とかシークレットももちろん強いカード多いんですが、低リアリティでどうしてもね、際立って強いカードが、いっぱいいますので、そちらについて今回ですね、ちょっとご説明していけたらなと思います。はい、今回のターンはね、なかなか素晴らしいですよ。キャンペーンもね、こういうナビリティ持ってるし、UR に引きを取らない性能をね、低リアリティのカードもありますので、懇談中に、ゲットしていただけたらなと。はい、最初に紹介する方がこちらです。孫悟飯少年期と、はい、仲間との結束はタイムパトロールと、同じ効果で、チャージインパクトを初期値に固定すると、いうものになってますね。はい、こちらの孫悟飯少年期は、そうですね、ミッションでも対人でもどちらでも優秀だと思います。ミッションだったら、ゴッドボスの別次元のプレッシャーとか、見切り、ああいう系のアビリティ、その他ものも全部、無効化できるし、チャージインパクト早くするっていう効果は、大体のゴッドボスが持ってると思うので、それらを、全部無効化できるっていう風に考えると、このアビリティ自体はめちゃめちゃ強いですよね。ほぼミッションには毎回入れててもね、いいくらいのレベルなんで。で、対人だったら、シャンパとかね、あとは、魔人とUR 一段のやつ、ああいう系のアビリティも無効化できると。はい、いやー、とにかく優秀です。で、戦闘力制限ユニット持ちで、敵の戦闘力を2000アップさせなくすると。はい、ベジータとピッコロなんで、そうですね、ユニットメンバー優秀ですね、これ。ベジータだったら、ブルーだったり、あとは UR いっぱい出てますので、そちら使えるし、あとはピッコロに関してはそもそもカード枚数がめちゃめちゃ豊富なんで、決死の身代わりだったり、見破った戦法を、仲間への品、友情バリア、いっぱいいますね、とにかく。はい、そこら辺が使えるという風になると、ピッコロもかなり、優秀になってくるんじゃないかなと思います。はい、続いてのカードが孫悟飯青年期と、はい、ダブル悟飯ですね。守りの構えでアタックにすると、そのラウンド中の、自分チーム受けるダメージを半減1回限りと。これはね、カードアクションアビリティとかも全部、半減できるので、すごい生存率が上がるかなと思います。で、あとは、孫悟飯青年期なんで、ユニットメンバーにもね、かなり組みやすいかなと。はい、お次がミラノ顧問ですね。込み上げる闘争心で、敵の戦闘力5000ごとに自分のパワーが永続でプラス5000と。はい、込み上げる闘争心、ついに、顧問2までちょっと来てしまいましたね。多分今までの最高が SR とかキャンペーンだったと思うんですが、レアで行ったかな。とにかくこの込み上げる闘争心ってアビリティ自体がすごい優秀なので、ゴッドボス戦でもこれ非常に活躍するかなと思います。で、バースト持ちですね。しかも冷酷な一撃で敵のダメージ軽減効果を 50% ダウンと。はい、めちゃめちゃ優秀です。はい、次が、孫悟空の17番の方ですね。カードナンバーが17番の方です。はい、逆襲のチャンスと。この悟空の素晴らしいところが、これは主に対人戦ですね。今の環境でも入れておいたら、とりあえず安定感がめちゃめちゃ上がります。まずアビリティがホイとタンバリンの対策で、カードアクション、カメハメハなんですけど、この、カメハメハ自体が復活ナフトに、発動するっていう風に考えると、まず復活チャンスで、あとは復活ユニットで、アプリでも今復活できますね。はい、あそこら辺の対策になると。で、亀仙流のカメハメハなので、ダメージがこれ2倍になってるので、パワーがこの間ね、マイナスの状態で2300ダメージぐらい、出せたので、そのパワー下げられてたとしてもダメージが普通に出せると。で、通常パワーだったらもっと出ますね。で、キャラクター名も、孫悟空だし、ユニットもね、海洋神だったりで、組みやすいし、でステータスも HP3200 普通に高いです。はい、続きまして、レアのビルスですね。神の気まぐれとシンクのゴッドメテオと。はい、シンクのゴッドメテオ自体がめちゃめちゃ強いんですが、こちらはですね、カード枚数そんなにまだ出てないですよね。多分ね、シンクメテオはこのビルス入れてやっと4枚ぐらいかな。勇気づく仲間で ACP 悟空で、ゴッドミッション8段のキャンペーンのビルス、怒り状態のやつですね。で、シャンパのプロモ、とっておきの力が何かのやつで、それに加えてるの多分4枚目だと思うんで、すごい貴重で、今回のビルスは、そうですね、悟空とどっちかっていう感じですね、使うとしたら。こっちはこっちで神の気まぐれで、2ラウンド目の、終了時に敵のヒーローエナジーと自分チームのヒーローエナジーを同じにするっていう効果なんで、ヘレスデッキみたいな、エナジーを貯めないデッキで、ユニットのね、3ラウンド目のユニットを打たせづらくするっていう風な、戦法が、取れます。
はい、お次が、バーダックゼノですね。強者のテリトリー、アタッカーにすると敵チームのアタッカー全員の気力を超弾する1回限りと。はい、気絶を狙えるやつですね。はい、まあ、強者の領域自体が、その、雄たけびと別に合わせなくても強いですよね。っていうのも、まあ、敵アタッカーの気力全部なくなるし、なくなったらなくなったで、全員気力ピンチだから、気絶が、まあ、狙いやすい。で、ドミグラとかクロノアで、気力回復された後にこれが発動するので、まあ、無駄になるっていうか、ドミグラとかで気力回復した分が無駄になるっていうかね。で、その後に回復させるのが、敵からしたら難しいし、まあ、気力ダメージ無効の、アプリだったり、ユニット、ここら辺を使わないと、敵からしたらかなり痛いかなと。はい、で、あとは好きなね、任意のタイミングで出せるっていうのも強みですね。で、バーダックゼノなんで、そのユニットメンバーとしても優秀です。はい、お次が、孫悟空の UR ですね。はい、暴走悟空です。悪意の侵食とね。こちらのアビリティがやはり驚異的でしたね。毎ラウンド開始時、自分の気力が 25% 以上っていうのが、まあ1本ですね。以上あるとき、自分の気力がダウンする代わりに、敵に当たるダメージが永続で2倍になると、なってます。はい、まあ自分の気力を犠牲にしてどんどん、強化されるキャラクターと。で、究極流刑の効果もガードをマイナス4000して、パワーを永続でプラス1万2000、となってますね。はい。まあ、ガードマイナス4000に関しては絶好のチャンス、入れてしまえば全然、まあ、痛くないし、で、記録側で、ダウンする面に関しても、まあ、1ラウンド目にサポーターにしちゃえば、そうですね、2ラウンド目で、まあ、立て続けに発動させることもできるし、気力、気絶も、まあ、そんなに怖くないかなっていうので、まあ、重複して発動させることも、まあ、簡単と。はい。これに関してはそうだな、まあ、バトルスタジアムで結構使ってる人多いですね。ラムーシーいたらもちろん意味なくなっちゃうんですが、まあ、もしね、ラムーシーなかったらこの4倍の究極流拳で、さっき言ってたエナジー貯めないデッキ、普通に必殺技、使わなくてもめちゃめちゃ強いんですよ。で、あとはバーサーカー連携でこう、ドカーンみたいなやつ、あれで、相当なダメージ持っていけるっていうのでも、まあ、とにかく4倍が強い。で、3ラウンド目では8倍ですね。はい、どんどん、強化されていきます。まあ、ドミグラとかクロノア入れておけば、かなりね、気力面も安定するかなというので、アビリティも、すごく発動させやすくなるかなと思います。はい、続きまして、ベジータの UR です。青きサイヤ人でアタッカーにすると作戦決定時、自分チームのアタッカー人数 ×1500、自分チームの戦闘力がアップする。ただし、このアップした戦闘力ではヒールエナジーがアップしない。毎回、7人出し、自分チームのアタッカー7人出ししたときに、1500×7 の1500、毎回戦闘力が確保されるというような、恐ろしいカードですね。はい、ただしそのアップした戦闘力ではエナジーが上がらないので、まあそうですね、エナジーを上げるカードを一緒に入れたり、あとはもうさっきみたいな感じで、さっきの悟空みたいな感じでもうエナジー貯めないで、ガンガンその倍増系で攻めたりとか、固定ダメージを、与え続けるようなデッキですごく優秀になるかなと。あとはやっぱりベジータなんで、ユニットにも組み込みやすいし、送信のカウンターラッシュ、はい、これ送信かと思ってたら、表記で送信って書いてありましたね。ずっと今まで送信って読んでたんですが、やっぱ送信の方が合ってるのかな。パーフェクトラッシュ達成で敵のチャージインパクトスピードを永続で超速くすると。はい、カウンター持ちと。はい、お次がトランクス未来ですね。仲間への指南と、不屈の戦いユニット持ちと。指南持ちとしてはステータスも高いですね。 HP3700 だし。で、不屈の戦いユニットのメンバーが孫悟空とベジータと。はい、まあさっきの紹介した2枚入れても全然ありですね。エナジー個数 ×3000 パワーがアップする、そのラウンド限りと。はい、最高で3万アップします。で、不屈の戦いっていうのが、この必要エナジー3個、これを消費した、消費する前の、エナジーで計算されるので、10個あったらそのまま3万上がるんですよ。で、3個だったとしても、まあ9000、自分チーム全員のパワーが上がるので、普通に強いですね、9000でも。はい、そしてトランクス未来の UR です。湧き上がる怒りでアタッカーにしたラウンド終了時に3000以上のダメージを受けている場合、その敵チーム全員の、チャージインパクトスピードを永続で、はい、速くし、エナジーをマイナスに毎回と。はい、なかなかうざい効果を持ってますね。で、これに加えてのパワー弱体化嫌いニットスーパーと。はい、必須エナジーは5個なんですが、弱体化嫌いニット自体が、大体が強いし、孫悟空とベジータっていう、これまためちゃめちゃ優秀ですね。悟空だとさっきの UR か、懇談だと、カメハメハの、やつもいるし、ベジータはね、さっきのブルーのやつ使えばいいし、とにかくこのトランクス未来の軸のデッキは今回の段の中でも、かき集めれば普通に作れますね。
で、スーパースラッシュの効果が敵のガードを永続で1にすると。はい、HP も3000あって、なかなかいいですね、ステータス面。はい、お次が SR 傍若です。ハイボルテージと、トリプルアタック。はい、ハイボルテージはさっきの守りの構えと同じ効果なんですけど、それに加えての、トリプルアタックで、まあ追撃が可能と。はい、まあどっちかを、使うというふうになると、まあ僕だったら傍若の方が使いやすいかな。はい、やっぱアクションは一つでも多い方がいいので。で、さっき紹介した孫悟飯少年家ユニットメンバーになるピッコロですね。はい、見破った戦法でサポーターにするとそのラウンドの、敵チーム全員のダメージ倍増効果を無効にする前替え。はい、対人戦だと、女の子アバターだったり、あとはさっきの、暴走悟空、ああいったダメージ倍増もろもろ無効化できます。で、一発逆転と思ってるので、これもまあこれの軸のデッキもすごい面白いんじゃないかなと。はい、次がコモンのクリリーですね。夫婦のコンビネーションで、アタッカーにすると戦闘力バトル終了時そのラウンド中の自分のガードプラス3000、さらに、18号がいると気力が全回復すると。はい、で、18号は、キャンペーンの方で同じアビリティ持ってるんですが、元からこのクリリン、ガードが2000、ありまして、このアビリティ発動させることによってガードがまあ普通に5000、狙えますね。しかも条件がアタッカーにしただけなんで、まあほぼ確実に発動すると。で、その他のステータスの HP3100 と優秀なので、このクリリンは本当にステータス面が、非常に優秀ですね。で、気力全回復も、ヒーロータイプがね、気力ダメージ受けやすい、受けづらいっていう風に考えると相性いいし、ユニットでもガードがプラス3000と。はい、まあ高ガードクリリンって言ったらいいんですかね。はい、続いてシークレットのゴールデンクーラーですね。毎ラウンド終了時自分の気力を回復し自分の戦闘力を永続でプラス2000、さらに自分チームの体力が敵チームに少ないと効果がアップすると。まあ毎回発動する効果となってまして、確定でまず戦闘力プラス2000の気力が、2本ですかね、回復すると。で、それに加えて敵チームよりも、自分チームの体力が少なければ効果が、アップして、この戦闘力が、まさかのプラス6000と。はい、一気に跳ね上がります。いやー、なかなか永続6000っていうのはないんじゃないですか。まあ未来ご飯の絶望の犯行の、完全上位互換みたいな感じですね。はい、確定だし、少ないと気力も回復して、6000だから、まああのご飯よりも1000多いと。で、それに加えて、黄金のロックオンバースト、何気に氷屋でロックオンバーストっていうのは初なのかな。ロックオンした敵を攻撃しそのラウンド中のみ敵のガードを1、さらにチャージインパクトスピードを超速くする、さらに必殺技発動時敵に与えダメージをアップできる1回限りと。はい、ゴールデンスーパーノヴァの係数が高いのにそれをさらに、威力アップと。いやー、このロックオンバースト自体すごい強いですね。ブルー将軍の UR、あれの上位互換かな。はい、なので、未来ご飯とブルー将軍を掛け合わせたみたいな、そんな感じのカードで、まあエリートタイプだからね、ワンキル狙うときに戦闘力が、バーサーカーのブルー将軍よりも、1000多く出せるし、ワンキルでもまあなかなかいいしで、入れておけば超ボス戦とかゴッドボス戦で、非常に活躍するカードかなと思います。ただしその時は絶好のチャンス戦だけは気をつけてください。はい、ここからがキャンペーンですね。まずは、キャンペーン1のベジットと。はい、ベジット3ですね。アビリティが対抗する力で1ラウンド目の終了時に敵チームのヒーローエナジーかける1500自分のパワーが永続でアップすると。最大で15000アップですね。それに加えて、勇猛果敢な合体戦士バトル開始自分のパワーが永続でプラス2000で、同じアビリティを持った仲間が3人以上いると効果がアップすると。はい、この勇猛果敢な合体戦士が、3人以上いれば、プラス5000になります。なのでアビリティと、このまあ、スペシャルアビリティ、第2のアビリティ効果で、パワーがガンガン上げられるカードです。で、弱体のスーパーエナジー持ちなんで、まあ、パワー上げプラスカードアクションでスーパーエナジーっていうのがすごく相性がいいかなと。続いて、ゴジータ GT、逆転の一手ですね。こっちのアビリティは、まあ、どちらかというと対人戦で活躍するかなと。ラウンド終了時に自分チームの HP が半分以下になっていると敵チーム全員の気力を超ダウンすると。はい、ゴアス的な感じで、これがね、半分以下にしちゃうと、なかなか、まあ、まずくなってくるというかね、対策とかその後のことを考えないとなかなか半分以下にはできないですね、これ。で、こちらもパワーが元から6900に加えての、プラス2000で、まあ、8900まで、自力で上がりますね。で、プラス5000するともっと高くなると。はい、究極元気玉を持ってまして、気力ダメージを全員に与える効果です。はい、この究極元気玉は、逆転の一手発動させた後に、究極元気玉を打つことによって、
気力すっからかんの状態に、この気力ダメージ、敵チーム全員気力ダメージを与えられるので、そういったコンボで敵チーム全員を気絶させるということも可能です。続いてがゴハンクス未来、奇襲の一手ですね。はい、奇襲の一手自体すごい強いアビリティで、ヤムチャの敵極限ヤムチャの対策になってるんですが、こちらが、究極竜拳を持ってまして、パワーも高いから、まあそのカードアクションのダメージもねちょっと上がってるしで、とにかく究極竜拳持ちの奇襲の一手はこのカードが初だし、まあ奇襲の一手自体バリエーションがとりあえず多ければ多いほど越したことはないかなと。で、ファイターズキャンペーンの人造人間16号、はい、的確な指示ですね。さっきのトランクス未来と、アビリティ効果は、同じです。はい、リングラインを当てるとその仲間が必殺技を発動できるようになると。で、選ばれしファイターズで、バトル開始時から自分のガードが永続でプラス2000、これ優秀ですよね。で、それに加えての同じアビリティを持った仲間が3人以上いると自分の気力が全回復すると。はい、この間の動画でやりましたね。このなんだファイターズ効果を、7人揃えて全員気力全回復の状態で、まあ、ワンキルを狙うというような、動画をやったと思うんですが、まあ、あんな感じのことが、狙えます。で、ファイターズキャンペーンの2枚目が、人造人間18号で、夫婦のコンビネーションですね。はい、戦闘力バトル終了時に自分のパワーが、そのラウンド限りプラス5000で、クリリンがいると気力が全回復すると。はい、ぜひさっきのクリリンと一緒に使ってあげてください。で、渾身の一撃と選ばれしファイターズも持ってます。はい、ということで、今回ですね、ユニバースミッション2段おすすめカードの方ですね、個人的に選ばせたものを、何枚か紹介させていただきました。UM2 段まだ1ヶ月ぐらいなので、ぜひともね、この、まあ、紹介したカードの中から、排出したカードがあればですね、取っておくといいかなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。